まことに息を吹き返したのですね。竜韻の力、この目でしかと。何者だ。エマと言い、猿お方に仕える。くす、猿お方とは。すみませぬが、主の命にて、あかただ、あなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しろとは言いま、ですが、私は主の命を果たさねばならぬので、あなたが持っている、それは、もともと私が作り上げたものです。クスシとして。この瓢箪。はい。元は九郎様のために、あなたが譲り受けていたので、気づいているかもしれませんが、この瓢箪の薬水は、おのずと湧き出します。尽きたとて、少し休めばまた満ちるでしょう。クスシとしての助けとは。瓢箪の種を、種だと。はい。薬水は、瓢箪の種より湧き出します。新たな種を加えれば、手に入れたら、持ってきてください。わかった。一つ、頼みがあります。なんだ。少し、顔を見せてください。何？うん。白いあざ。いや。ならば、流飲を受けた者に現れるということか。あるいは、うん、もう良いか。ああ、十分です。無礼をしました。では、見ぬ顔だな、そこもと。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、そこもとよ。ぜひ、それがしと立ち会ってもらおう。死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者。お主は。死なず、あるいは虫付きと呼ぶ者も死ねぬので。そこもとはこのような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ。それがしを使い、刀の修練をせぬか。お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも斬られてやる。どうじゃ。承知した。よし、刀を振らば気も紛れるというもの。そこもとよ。この社には行き場を失った者が集う。俺、現に、だからかの、そこの賽銭箱にも時折な。また来るがいい。そこもとの技の試し。
この戦、果たして勝てるものかの。どうにも悪い予感がする。何を弱気なことを、両親とはいえ、加えて、おじさん。結果、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。そなたは、わしがおかしくなったというが。まあ、いや、せがれよ。若様のことを案じ、この守り鈴を。誰ぞ。ああ、その声。いや、御神、我が名は野上伊之助。どうか私の母なのだが狂ってしまい。お主の母に鈴を。そうか、母はその鈴を上事のように。行くよ、行くよ。さよう。死者たちのご冥福。見たところ、あんたも極陽。死者があるカラスド、どこ。極陽。
その任務、この辺り奴らいかに賢くともひどいことはせ。平田のものだ。弔ってやらねば。九郎様、もうほとんど残っておりません。そうですか。すまぬ。流飲を狙う者は絶えぬ。平田の者たちを私が巻き込んでしまう。不安じゃのう。戦の前に我が子が壊れたらどうもないわ。いざとなる火を使うしかあるまい。赤根は火を恐れる。お達しね。変わっちまったな。
お主と、はい、お主と九郎様の幻を見た。幻？ああ、九郎様は今はどこにいる？アシナの城、その天守近くで、ですが城の門は閉じられ。そうか。狼殿、ひょうたんの種とは？はい、それをこちら、種をひょうたんに植え付けます。これで薬水の傘が増すでしょう。妙な薬だ。妙です。うん、悪い気はしません。貢献があれば奇妙と思うことでも勇んですべし。それが我が師道元の教えですので。そうか。ひょうたんの種を見つけたならば薬水のかさ増しをしましょう。おや、何やらちりんと。ああ、この鈴だろう。仏に備えろと渡す。うん、あなたにゆかりのある鈴でならば、武士殿と話してみてはどうですか。仏のことならば。なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちょっとは忍びらしくなってきたように見える。取っておきな。これは忍びの技じゃ。侍には真似できぬ。まあ、どうするかは、戦う術など忍びだけでもあるまいて。手に入れた忍具か。ああ、忍び義手は忍具を仕込むことで、その牙は叩き立てならば打ち砕き、仕込んだ忍具が増えるだけ殺す相手なりの殺し。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな、いつまでも血生臭いことを言うておるから。どれ貸してみろ。そこにある優しい顔の仏様、そいつにはチリンチリンと。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろと。その鈴、見覚えはあるか？いや、覚えはない。鈴の方は違うな。お前さんに何やら言いたいことがあるよ。何だと？鈴を備えてみるといい。そこにある優しい顔の仏様は誠の仏師がおられ、牙の形を増やし、せいぜい忍具を乗りかかった船仕込むことだけは。目をつぶり、鈴の声を聞いてやるといい。
その鈴の音が呼び覚ますじゃろう。眠っちまってるお前さんの古い記憶を。